どうも、おさむけ太郎でございます。隊長のグラウンデッド実況。今回は前回の終わりに爆発があった木の元に行ってみたいと思います。このサイズであんなところに行っていいもんですかね。果たして美味しいのだろうか。なんか、なんだっけ。聞くところによると、タランチュラだっけ、クモだっけ、チョコレートみたいな味がするって聞いたことがあるんだけど。虫は食ったことないもんでね。いや、今後も食いたいと思いませんけどね。何やらなんか昆虫食がうんたらって話もありますけど、私は多分食べないと思う。幼虫。見た目やめようぜ。この見た目のアイテムやめようぜ。で、何、ダニの帽子。ダニの帽子。アリのヘルメットがね、どう見てもね、これ侍の兜なんよね。さて、なんか強い武器アンロックしたかしら。トーチ。短時間明かりを照らすことができる。あ、でも現状はこんなもんかな。どんぐりとか出てきてないしな。なになに？多くの木付近での爆発を調査する、行かなきゃダメ？この辺一帯かな、安全だからな。雲もいないし。あんまり雲が人のところには行きたくないんだけどな。どっちだっけ？多くの木って？多くの木ってあれか、あっちだ。行くか。行っておくか。ん？お？なんだあれ？待て。これはなんだ？缶か？缶ジュースか何かかな？牛乳？なんかのジュース？なんだろうこれ。紙パックっぽく見えるな。こぼれたジュース。場所。暗いからマジで方向感覚がなくなる。あれ？目標にしていたキーがどっか行っちゃった。あれ？見えな。キー、見えな。爆発が起きたとされる、場所は、あれだ、あっちだ。あの紫色の光だ。そしてあの慎重にここから進んでいく、危ないからね。危ないからちょっと慎重に進んでいかないとマジ死ぬからね。あ、ちょ、クローブ取っとくか。よし。さあ。幼虫？ん？なんだあの明かり。こっちだ。お次はなんだ？どっちが正解？なんだあの明かり。ああ、あれか、あの足元照らすライトか。なんかいっぱいおる。なんかいっぱい飛んでおる。あ、これは。なんだ。これは、どんぐりか。あ、壊せる。よいしょー、よいしょー、よいしょー。ゲッチュ、ゲッチュ、ゲッチュ。ゲッチュ。どんぐりの殻。あ、この辺集められるやん。なんか洞窟ある。洞窟がある。あっちだな。方向的にはあっちやな。どんぐり。ゲッチュ、ゲッチュ。
なんだ？燃えてる。ん？こっちだね。よいしょ。よいしょ。よいしょ。あれ、この葉っぱ知らない葉っぱだな。いけるか。ダメだ。硬い。樹液の塊があるけど、これ、取って大丈夫？アリさんに怒られない？大丈夫？これ、アリさんに怒られないから大丈夫かな？よいしょー、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 ゲッチュー！わー、大量大量！あ？持ち物いっぱい？何かいらないもの捨てないと。あー、ワンスタックこれだけか。あー、やっぱな、チェスト作っとくべきだったか。まあ、一応あの爆発のところまで向かって戻りますか。ルートがわかんないんだよね、でも。こっちか。あー、燃えとる。燃えとるよ。これ近づいてほんと大丈夫？ね、大丈夫？ほんとに。なんだっけ、ハスの花が。あー、こっちっぽいな。何？調査？何の調査？なんだここ？待って、今、うちらミニチュアだよ。どうなってるんだよ、ここ。なんか世界観が違うぞ。ちょっと構えよう。何か出るかもしんない。なんだ？これが爆発したのか？ん？まあ、でもいろいろとなんか集められそうではあるが、何も取れないな。あ、なんだこれ。あ、分析できるじゃん。よし、分析しましょう。これから何が作れるの？チェストプレート、マスク、レッグアーマー、あ、収集箱。いいね。貯水槽も作れんじゃん、これで。あ、これかグラインダーって。なるほどね。どんぐりからグラインダーね。で、これは？どんぐりの頭。樹液収集機、スムージーステーション、糸車、どんぐりフェンス、プランター。あ、どんぐりって必須なんだな。ほう。で、これは？あ、ジュースね。うん。オッケー。さて、ここで集められ、なんだこれ。何が書いてあるのかようわからねえな。これがこうなって何かができて、あ、なんか細胞か何かというかその分子だか原子だかなんだかをギュッてやると、でっかい大人がギュッてちっちゃくなるみたいな。そういう理論なのかな、これって。そういうことこれ。これ入れるこれ。入れないよ。いや、下手に手出さない方がいいよな、こういうのは。ん？あ、開いた。ん？液体的な存在を検知しました。垣根。なんだ？注意、バッテリーバックアップ失敗。池。なんだ？注意、空気汚染の危険。除草剤エリア。それは除草剤巻かれてたらそりゃそうなるよね。他は？クロアリ塚。セキュリティロックダウンの有効化。クロアリ塚？クロアリもいるんだ。何がいるんだ？もう、あー、でも水が。
ここに住んでよくね？ねえ。ここに住んじゃダメなんかな？こんだけあの設備が整っていたらもうここに住んじゃっていいんじゃないですか？ダメか？生体認証機不正アクセス。ああ、まあ、いけないと。ん？ビッグ化テスト45。え？有機物。出た。ウェンデル・タリー博士。テスト前のメモ。単一の複雑な電子デバイスの小型化を経て、テスト45はデバイスの詰まった箱を、縮小を試みる。塩ビゲンの際、被験者は検査され、適切な機能の確認のためにテストされる。結果、失敗。小型化は成功したが、現時点では組み込みとさらなるテストは不可能。被験者は好奇心旺盛なミツバチによって押収された。回復は起こりそうにない。箱は抹消された。ミニチュア SCAB は、おそらく庭の隅々で、立ち往生をしている我々のことかな。グーバルが立つのを助ける。はい。グーバルってお前のことか。そういうなんか視点で変えられたっけ。助けるか。何このおもちゃ。お手伝いありがとう。私はバーグル、このプロジェクトの科学部門長代理ロボットです。混乱していると思いますが、私の説明を聞いてください。じゃあ聞きましょうか。あなた方はタリー博士の SPACR という機械で小型化されたのではないかと。どうしてあなた方がこの庭にいるのかわからない。実は私は記憶喪失のようなのです。この間の電力サージによって RS 粒子の容器が大爆発を起こしました。この研究所はご覧のありさまですよ。さらにひどいことに、爆発のせいで私のコンピューターが故障したんです。メモリーバンクが破損しました。破損してしまいましたか。悪い話ばかりして申し訳ありません。何かお手伝いできることはありますか？ここはどこ？ここは多くの研究所。ウェンデル・タリー博士が微小なものに関する実験を行うために作った場所です。彼の庭における実験の実施拠点ということです。実践拠点か。ウェンデル・タリー博士って？タリー博士は素晴らしい科学者であり、発明家です。私を作ったのも博士です。最初に与えられたプロトコルは、未来の高速料理人でした。最近では、博士の実験を補助する料理部長として役割を任されています。タリー博士は間違いなく私の過去の業務経験を重視したものと思われます。今はその仕事をしているのですが、ここ何週間か博士をお見かけしていません。博士がどこに行ったかも思い出せないのです。メモリーバンクが故障者に違いありません。どうしても思い出せないんだろう？お互いに少し混乱しているようですね。可能性が最も高いのは、電子間エネルギー抽出によって、あなたのバイオマスにおいて、共有原子間の間隔が短縮されたという仮説です。要するに、縮んでしまったということです。原因は、ウェンデル・タリー博士の SBACR マシンでしょうね。マシンの特許は、申請中です。人間が小さな脳みそには、縮小した経験はトラウマによる可能性があります。さらに記憶喪失の副作用が知られています。うまくいけば、そのうち記憶は戻るでしょう。
どうすれば家に帰れる？元の大きさに戻るには、タリー博士の SPACR マシンを起動させる必要があります。残念ながら私の見たところ、動作不能状態のようです。爆発によって複数の故障が生じたのでしょう。残念ですが、解決方法が見つかるまでは、ここにいることになりますね。SPACR を修復できる？はは、それはいい考えです。診断のためのフルスキャンをして、修理に必要なものを確認してみますね。処理中、処理中。コンピューターの警告音、メモリ、謙遜、コード、408B3000。オミネトズムリ、ランタイムエラー。ああ、たびたびすいません。メモリチップの破損が思ったよりも大きいみたいです。記憶がないと SPACR の修理方法もわかりません。メモリーチップ？タリー博士は私の記憶を2種類のチップにバックアップしていたんです。補助チップは超容量のチップでプロジェクトデータを保管するためのものです。見つけてもらえば提供できるサバイバルレシピが増えます。スーパーチップは特別なチップです。キーキー、金色なんですよ。私の記憶の全ディレクトリをバックアップしています。SPACR を修理するなら、そのためのデータはスーパーチャップにチップに収められているはずです。裏庭の他の研究所を探してメモリーチップがあったら持ち帰ってください。なるほど。タリー博士は庭のあちこちにたくさんの研究所を作っていました。各研究所で様々な実験が行われています。あなたの SCAP に場所を送りますので、少々お待ちください。処理中、処理中。エラー、ファイルが見つかりません。コード6324044。そんなまさか、研究所の場所までメモリーバンクから失われているなんて。ですが、不幸中の幸い、一箇所だけ場所が分かりました。垣根の研究所です。垣根の研究所って？垣根の研究所は庭の観察センターであり、蜘蛛の糸の研究に利用されています。南東へ行けば、家の近くに垣根があります。研究所があるのは垣根の奥深くです。あなたの SCAB に座標を送っておきますね。まずは垣根の研究所を探してほしいのですが、庭で他の研究所を探しても問題はありません。お腹を空かせていたら、ん？お腹を空かせて、苛立った虫が大量にいますけどね、母。そういえば、重要な研究所は、ウェンデル博士が生体認証機でロックをかけているんでした。開けられるか試す必要があります。ASL ターミナルへ向かって近くにある生体認証機に手を当ててみてください。しばらくするとあなたの身体的特徴がコンピューターに記録されます。登録が済んだらコンピューターの ASL ネットワークにアクセスできるようになっているはずです。ASL は毎日の作業項目、タスクやクエストだ。そう、クエストにアクセスできます。クエストを完了するごとに RS 粒子を報酬にあげましょう。サイエンスショップでは、ウェンデルが最初に庭を探索した時に言った実験のサバイバルレシピと RS 粒子を交換することができます。あそこにある ASL ターミナルにログオンして何かできないか調べてみてください。他に聞きたいことがなければ、チップを探しに行ってください。死なないように頑張ってください。指数関数的に良い一日を。ユニークなやつだな。まあ、誰拾えねえのかな？見てみよう。あ、ダメだ。なんかダークマター的な感じなんかな、あれ。ここが爆発した？いや、もう全体的に爆発してんのか。あれか。生体認証。